ようこそ俺たちのジャパンへ。皆さんは料理を作るとき、レシピを見て作りますか？材料を揃え、レシピの手順通りに作ると約7から8割はレシピ通りに再現できると言われます。今は料理動画や簡単なレシピをまとめたホームページなど、写真や動画で作り方を見れるということで、料理へのハードルは随分低くなっているのではないでしょうか。さて、今回はカナダに住んでいる大学生が先輩に手作りの日本食を作ってもらいます。レシピ通りに作った先輩の料理の再現度はどのくらいだったのでしょうか。僕はカナダに住んでいる。カナダには割と寿司屋やお好み焼き屋、日本食のお店がたくさんあって気軽に食べれるんだ。高いけどスーパーで食材だって売っていたりするんだぜ。僕の家族は新しい味が大好きで、結構小さい頃から日本食のお店に食べに行っていたんだ。だから僕が日本食に興味を持つのは至って普通のことだった。大学に入学して日本食サークルを見つけた時は嬉しかったね。みんな日本食を大好きだったんだから。サークルでは美味しい日本食を研究していた。カナダにあるものはもちろん、スーパーで材料を買ってきてみんなで作ったり、日本に旅行した人から話を聞いたり、お土産を食べたり、毎日楽しみがあった。ある時先輩から日本の牛丼がうまいという話を聞き、僕たちはぜひ作ってくださいとお願いした。お金を出すから材料を買ってきてもらい、先輩が作ってくれることに。可愛い後輩にあの美味しさを味わってほしいとノリノリだった。玉ねぎを薄く切り、鍋に水を入れて調味料を入れる。先輩は肉を頑張ってたくさん切っていた。そして切った肉を鍋に思いっきりぶち込んだ。え？肉を茹でるの？僕はびっくりした。牛肉を使うなら焼くんじゃないの？って思っていたからね。先輩はものすごい長い時間鍋を煮込んでいた。よっぽど柔らかいお肉になるのかなと僕たちはワクワクして後片付けを手伝ったよ。お米が炊き上がり、お皿についで上から先輩が作った肉を煮たものを乗せる。多分これでいけると思うんだけど。でパプリカの千切りを酢漬けにしたものをかけた。見た目は完璧だと先輩は満足そうだった。僕たちは日本式にいただきますと手を合わせてパクッと一口。味は僕の想像を超えてしまったよ。それはもう悪い方に。肉がまず硬い、臭い。玉ねぎだけが柔らかくなって全体の味がものすごく薄いんだ。パプリカはもうマリネみたいな感じだよ。そのまま食べた方が美味しい。一緒に食べると口の中で不協和音を奏でてくるんだよね。つまり全体的に激まずってことだ。僕たちの反応を見て先輩もあれって首をかしげていた。なんか違うなぁともぐもぐ。とはいえ日本食研究サークルだ。本当の牛丼を求めて何回か先輩は挑戦していたが、その度に試食する僕らは嫌な思いをしたのは言うまでもないだろう。大学2年目の夏休みにサークルの同期生たちと日本旅行に行くことになった。もちろん旅費は1年間バイトして自分で貯めたんだ。去年先輩が日本に行ったのが羨ましくて本当に頑張ったよ。今回の旅行の目的は日本の安くて美味しいご飯をたくさん食べること。立ち食いそばやたこ焼き、イカ焼き、ラーメン、回転寿司、いろんなお店をしっかりリサーチしてきているんだ。入ったお店はどこも美味しくて、僕たちは日本最高と盛り上がっていた。夜は居酒屋で日本のおつまみを楽しもうと予約した店に向かっている途中に、オレンジの看板吉野家をまた見かけた。さっきもあったな。街の中で何回も見かけたから日本の有名なチェーン店なんだろうと思い、僕たちはメニューの看板を覗き込む。
なんと、あの時先輩が作ってくれた牛丼と同じ見た目だった。ということは、これは牛丼のチェーン店？マジかよ。本当は日本カオスなのか？僕たちはざわざわ疑問に思ったが、予約の時間が近づいていたから、とりあえずおつまみだ、と気を取り直して店に向かった。居酒屋のメニューは最高だったね。焼き鳥、枝豆、唐揚げ、刺身。日本酒にも冷たいのと温かいの。店員さんはどうやって飲むのが美味しいまで教えてくれたよ。僕らは日本の夜を楽しんだ。みんなでどんちゃん騒ぎをして、ホテルにふらふら帰ってきた。酒に強い僕だけしっかり歩いていたのは覚えているけど、いつの間にか一緒に寝ちゃったみたいだ。他のみんなはベッドに倒れてうんうん言っていたり、熟睡しまくっていた。なんかお腹すいたな。僕はちょっとコンビニでも行くことにした。確かホテルのフロントの人が少し歩いたところにすぐあるって言ってたし。みんなを起こさないように静かにドアを閉めて部屋を出た。外に出ると夜でも街灯が光っていて、道には人が少なかった。夜でも安全な国だなとコンビニに向かっていると、また吉野家がある。わお、こんな時間までやっているのか。僕はガラス越しに店の中を覗き込むと、結構なお客さんの数がいた。みんな夜なのに食べに来るなんて、やっぱり美味しいのかな。お腹も空いたし、先輩が作ったのはまずい牛丼だったが、食べて美味しかったんだと言った先輩の言葉を信じてみることにした。入ると、いらっしゃいませと言われ、僕がカウンターに座るとお水が置かれる。ご注文は？と言われ、僕は、あ、これください。目の前のメニューにあった牛丼をそのまま注文した。サイズは並ですか？大盛りですか？と聞かれて、まだ牛丼に怖さがあった僕は、普通サイズでと店員さんにお願いした。僕の前に注文した料理がすぐに運ばれてきた。僕が水を何口か飲んだら、僕の牛丼もすぐに来た。僕は水を口から吹き出しそうになった。ちょっと早すぎるだろ。なんでこんなに早いんだ。黒い小さなトレイに牛丼が乗っている。お好みで紅生姜などを乗せてお召し上がりください、と僕の外見を見て店員さんが言葉を添えてくれた。ありがとうと言って牛丼をじっと見る。見た目は先輩の作ったまずい牛丼みたいな感じなんだよな。あ、でもいい匂いがする。箸を使って肉と玉ねぎ、お米を一緒に口に入れる。うまい。先輩の作ったやつと全然違う。肉が柔らかくて玉ねぎに出した甘みが染み込んでる。何よりその汁を吸った米、めちゃくちゃ合う。これが先輩が食べた日本の牛丼なのか。僕はどんどん牛丼を口にかっこんだ。肉を食べきりそうになった時、店員さんの言葉を思い出して紅生姜をかけてみる。汁を吸ったご飯に紅生姜の酸っぱさかな？すっきりシャキシャキした感じがまた美味しい。もっと早くかければよかった。僕は残りのお米とお肉を紅生姜をかけることによって最後まで楽しんだ。僕はあっという間に食べた。あまりの美味しさにすぐになくなってしまった。どうせならもう一杯食べよう。まだお腹に余裕があったから、次はネギ玉牛丼を頼んだ。これもまた来るのが早い。甘辛い出汁の効いた牛肉にたっぷりのネギ、そしてまろやかな生卵がマッチしていてとても美味しい。もういろんな種類のトッピングを試したくなってきたが、お腹はもういっぱいになっていた。次の日、サークルのみんなを吉野家に連れて行った。みんなは牛丼を食べる前の僕と同じように半信半疑だ。一人テンション高い僕に少し引きながら注文してくれた。もちろん食べた後は僕と同じようにおかわりしていたよ。僕は昨日とはちょっと違う豚丼も頼んだ。これも美味しかったね。
ぜひともこの味を他のサークルのやつらに食べさせてやりたいと思ったけど、レトルトは吉野家には売っていなかった。スーパーによってお土産を買うときにレトルトの牛丼を発見した。吉野家のパッケージは冷凍でさすがに持って帰れないが、常温で売っている丼物シリーズをたくさん買ったんだ。一番牛丼は多めでね。先輩の汚名を晴らす分もあるが、半分以上が自分のお土産っていうのは当たり前だろ。他にはどんなトッピングがあるのかしら。実際に私も選んで食べたいわ。そんなに注文して来るのが早いなんて、一体どうやって作ってるのかしら。僕なら食べさせてくれた先輩にある意味感謝するね。より牛丼が素晴らしく感じたんだろうから。先輩の料理に足りなかったのは一体何だったのでしょうか。少なくともパプリカじゃなくて紅生姜は準備してほしいですね。さて、日本には吉野家の他にも牛丼のフランチャイズ店は多くあります。お店ごとに牛丼の味、こだわりのトッピング、そして紅生姜の味、すべて違うので、あなたのお好みの牛丼を見つけるのも楽しいかもしれませんね。牛丼の他にも日本ならではの定食、丼を安く早く食べれるお店が多いので、日本に来た時にはぜひどこかの牛丼店に挑戦してみてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。